じゃあもう一回挨拶だけしようね。よろしくお願いします。クラウンシャイネスの森に差し込む光は、私たちの行き先を優しく照らしてくれる。踏み出した未来のその先へ。この曲は私たちの10曲目の作品となります。これまでの作品がパズルのように組み合わさり、私たちをまた一つ成長させてくれます。お互いを尊重し、互いの成長を妨げず、お互いを思い合い、互いを高め合いながら、私たちの歩みは続きます。これは私たちのクラウンシャイネス。